次は自分で考えて自分で決めるだな。大人と子供の違いは自分で決めているかどうかだ。子供は全て親に決めてもらう。だから何かあっても親が責任を取ってくれる。だが大人になったら自分で決めなければならない。あー、でも俺決めるの苦手なんですよね。なんで自分で決められないと思う？考えるのがめんどくさいからですかね。ふむ、それもあるだろうな。だが本当は責任を取りたくないからだ。責任？例えば誰かの指示で株を始めて、もし損をしたらその誰かの責任にできるし、誰かが選んだお店で食事をする時も、もしそのお店がまずかったらそのお店を選んだ人のせいにできる。なるほど。責任を負いたくないから誰かに決めてもらっているだけなんだ。だがどんなサプリメントにも合う人と合わない人がいるように、全員にとって満足のいく選択など存在しない。みんな味覚や考え方、体質が違うように、糖質制限が合う人と合わない人がいるし、株のインデックス投資が合う人と合わない人がいる。だからその中から最適だと思うものを自分で考えて自分で決めることが大切なんだ。おお、そうか。もう一つ自分で決めなきゃいけない理由がある。それは常に他人に決めてもらっていると自分で決断することができなくなってしまうことだ。何をするのか全部他人に委ねていると主体性を失うことになる。お前はいつも人に決めてもらっていないか？自分の舵は自分で決めるべきだ。